始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルバ工場のアンドゥです。今回なんですけど、こちらのコースで遊んでいきたいと思います。意外と簡単そうだけど激ムズです、多分って書いてある。でクリア率が 3%。 えでも確かね、150分の5だから結構難しいと思うんで、今回こちらのコースで遊んでいきたいと思います。意外と簡単そうだけど、うわーなんだろうね、何がそんな簡単そうに見えてめちゃめちゃ難しいのでしょ。ちょ待って、これどういくの。ちょっと待って、俺こういうの苦手すぎて動けないんだけど。じゃあ次ワンワン上に行ったら行こう。ここ、いやスピンジャンプ、スピンジャンプからそんな感じがするんで、それを意識しよう。ここ、いやもうこれ、うわ待って、マジでわからん。これスピードで行くけど、どっかでジャンプは絶対に入れないといけないじゃないですか。だから、待ってね。下にワンワンが来たタイミングで、ここだ！あ、高すぎた！でもこれで、低く行って、ちょんちょんって行けば、行ける気がする。ちょっと待って、行きます、もう一回。集中。サン、トン、パン、フォン、ここ！スン、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 ここ遅いんだな、遅いんだな、遅いんだな。ワンチャンこれでいける？暴れる前に、スピンジャンプで乗って、来た！うわーい真ん中で降りる。意識、真ん中で降りる。ここちょっと待って、ちょっと待って。ここが突破できる自信が、あーもうやりよるねー、なかなかねー。お主、なかなか強いねー、お主。はははスピード、こう、来た、で、急いで。いや、でもここは簡単じゃない、ここは死ぬやつない。今、中間があったら見えた、俺。よし、なにこれ、どういうこと、どういう、ちょっと待って。なにこれ、でもこれもあとこうするだけじゃない。待って、いいの、ゴールしたよ俺。よし、調子乗った。これそういうことなんだ。うわ待って、ちょっとだいぶ今の奇跡だったんじゃない。もうちょい前、もうちょい来た、はい、よーし。待って、想像の100倍早くできたんだけど嬉しすぎる。うわ俺 3% の男になれたわ。じゃあね、次のコースで遊んでいきたいと思います。じゃあね、次、このコースで遊んでいこうかなって思います。この、頑固ドッスン破り。ガン派。じゃあ、高岩派ってものかな？ごめんなさい。なんか、頑固なドッスンをハンマーで砕こう。きっとドッスンは粉々に散るでしょう。時間はシビアですが、うまくいくと1秒余ります。頑張ってね、だって。うわ、でもめっちゃむずいよね。801分の9で、クリア率 1% だから。うわ、待って、うわ、これ、うわ、なんかコツがあるんだろうな。結局。あ、すべて倒すんだ！だからむずいんだ。でも何秒なんだろう。うまくいくと1秒余ります。いや、待って、下から。待って、あ、10秒しかない。あ、やべ、これもう絶対終わった。あ、終わった。飛ぶ。ほい。あ、こういうことか。あー、待って、わかった。あ、もうダメだ。上から、こうやってやっていくんじゃなくて、あれなんだ。さ、なんていう、ちょっとごめんなさい。言葉じゃなかったけど、上から、ここで、はい、で、こうなんだ。はい、いいよ。いいよ、調子。いや、素晴らしい。あと来てる。3、2、えち、あー一体倒せてない。でも、今ので言ってたら、いけたんじゃない、もしかして。スン、トゥン、あー、わかった。これ意識しなきゃいけない。この下ら辺で、この、一番上のドッスンの左角をめがけてハンマーを振り下ろすことによって、綺麗に倒せるわ。あ、そういうことだ、きっと。ちょっと今度、それを意識してやってみます。3、あ。角を意識ドッスン、ドッスン、ドスンとやってドスンと砕く、ドスンとやってドスンと砕く、ドスンとやってドスンと砕く、ドスンとやってドスンと、今なんか余計ランマー出た。今余計ランマーできなかったらいけた気がする。ドスン、あ、もういい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 です。ありがとうございました。
隣のトットロ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 いや隣のトトロ大作戦、いやハマるかもしれない今回。いやそれでいこう、隣のトトロ大作戦いきます。隣のトットロトットロちょっとこれもう一回出して、もう一回やらさして、さすがにもう一回やらさして。隣のトトロ大作戦、トトロ隣、トトロ隣、トトロ隣、隣隣隣はトトロなんだって。今度千と千尋大作戦、この中に私のお父さんはいないわ、私のお父さんはドッスンに変えられたけど、この中に私のお父さーん。瞳を閉じて日々を描くよ、それだけでいい。ヒップドロップに似てるんで、それを意識して、ずっと前を長押し、これを意識することによって世界が変わると思ったんですけど、まあ、ちょっと今のはミスったんで、じゃあ今度成功法、それの意味をね、皆さんに伝えたいと思います。はい。はい。第、Y を常に押しておくこと。常に Y を押す。大事。いや、でもダメだ。これ遅すぎるな、さすがに。いやーん！いや、めちゃめちゃ遅い。だから、あれなんだ。どこかで、Y を切り離さないといけない。そのタイミングを見つけよう。あーん、これじゃダメでーす。いける。いける。俺ならできる。俺ならできる。どうしてだよー。トン、ストン、カコン、ミシシッピ川、ナイル川、ナイル川トネ川とナイル川ってね。なんか、3列目までを1秒以内に倒すことを意識。いや、早い、だいぶ早い、だいぶ早い、いや、来てる、カコイチ早い、いや、あー惜しい。高眼波、高眼波、いや、攻めてる、だいぶ攻められてる、攻めてるよ、攻めてるよ、かっこいいマリオ。あなたはもうダメだの。来た、よーし。めちゃめちゃ無言だったけどすいません。やったー決まったぜ、高眼波。うわ気持ちいい、これはすごっ。え、8秒でクリアできるもん、やば、天才がいるわ。じゃあね、今日はここで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に、Twitter と TikTok のリンクの方も貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう！バイバーイ！